後のねデザートも食べてた。いっこさん、そんなこと眺めるさ、バクさん、ありがとう。シエヘイトンありがとう。キュンデスアジさんありがとう。メガデリーチ可愛いね、本当。いや、3位はキープしてるんですけど、めちゃくちゃ僅差なんですよ。もっくん、しんくんさん、キャンちゃん、まつさん、ありがとう。ありがとう。ゆうちゅうみちゅう、かのるりさん、ほんと怪しい。ウルフさん、キャンちゃん、リーバーさん、ヤシさん、エムザツさん、ウルフさん、ヤシさん、ありがとう。ありがとうございます。ヨシイコさん、ヤシさん、マス、デラツキさん、ありがとう。お、マステキゲット、いいな。うらやましい。エムザツさん、カノリさん、ありがとうございます。ヤチューに夢中かわじまるさん、エムザツさん、ヤシコさん、エムザツさん、ありがとう。あ、おから蒸しパン食べてます。最近ハマってるやつ。エムザツさん、ありがとう。マシュマロありがとうございます。皆さん、ひーちゃん、うめちゃん、ゆのたさん、うめちゃん、よしこさん、ありがとう。嬉しいな。天下街さん、ありがとう。皆さん、ありがとうございます。ヤチューさん、負けんように頑張ります。天下界さん、水脈さん、クナンさん、マオさん、ネオンパンさん、パフィンさん、ホフマンさん、マライカさん、エムザツさん、ありがとう。ミヤスベリさん、メロンパンさん、ありがとう。わさび大福さん、ありがとう。キャロットさん、ありがとう。チュール、チュール。ヤッチさん、ありがとう。おから、蒸しパン。に、ハマってます。あの夜ご飯はね、鍋食べました。ドラクロさん、ありがとう。何だめ、なんかキューブのやつやりました。なんだっけ、鍋のキューブのなんか、うーん、なんだっけ、なんか取り出し、取り出し、わかんないけど、取りなんか書いてあった気がする。
ただいま、こんばんは。あ、やっほー。みんみん、ありがとう。アジ、いいね。メロンパンさん、クマタン、ありがとう。クマタン、ありがとうございます。嬉しい。まつげのおつげさん、ありがとう、マシュマロ。あ、それかも。取り出しうましろですね。やっちたん、嬉しい。ありがとうございます。サンボーネルサポーターさん、マツさん、ハルさん、ハヤサワさん、ありがとう。今はあのおから蒸しパン食べてました。もうお腹いっぱいになっちゃった。鍋結構お腹いっぱいになっちゃう。うん、高パパさん、やっほー。メロンパンさん、ありがとう。嬉しい。あたみさん、まつさん、ありがとう。蒸しパン追加？確かに。カパパマルタン、おたみさん、エクスメンさん、ありがとう。スーさん、カイさん、エクスメンさん、ありがとう。キラキラ100年完了、ありがとう。明日の昼ご飯も鍋にしちゃおうかな。よしこたん、あつしさん、ありがとう。かわいいずら、嬉しい。メロンパンタン、メロンパンタン、好きすぎら。好き好き、初期初期。よしこたん、あつしたん、ありがとう。つなりたん、ありがとう。え、おからマシパンは、ちょっと、蜂蜜かけて食べます。ホフマンタン、嬉しい。みきやくん、好き好き。昼ごはんは、おむすび一つ食べました。セブンイレブンで買いましたね。セブンイレブンで、なんか、カリカリたくあん、お寿司みたいな、知ってますか？なんか、たくあんと梅が入ってる、なんか、寿司連れ絡めたおむすびを食べました。ひらりはったさん、ガッチーさん、メロンパンタン、ありがとう。もしかして友達？おむすび一つで足りましたね。でもめっちゃお腹空きました。動いたので知ってるかも。たこ焼き食べた？いいな。まなちゃん、かつたん、ありがとう。朝食べるセブンの。いいね。もともセブンのおにぎり、私は、なんか、海苔のついたやつ買おうとしたんですけど、売り切れてて。ローソン天下一品こってりか、あ、なんか見たことある。今日まで。鍋わかる。確かにそう、めっちゃ。そう、だから今日鍋の素買って帰ったんですけど、なんか、鍋はヘルシーだからいいやと思ってて、表示表見たら一食あたり 5g とかね、結構高いやつもありました。だから低いやつ厳選して買いました。
何天寺さん、ガクタン、イッコタン、ありがとう、スーさん、タクパパマロタン、瀬戸内レモンちゃん、タカパパさん、瀬戸内レモンちゃん、イッコさん、ありがとう、瀬戸内レモンちゃん、たくさん、ありがとう。お疲れ様、瀬戸内レモンちゃん、グンチさん、瀬戸内レモンちゃん、ありがとう、瀬戸内レモンちゃん、たくさん、ありがとう。マシュマロありがとうございます。ガンチさん、エムタチさん、ガクさん、エムタチさん、イコさん、ありがとうございます。ネタもなくなったらしいけど、ネタそう簡単になくならないよ。なくなるんですよ。いやでも、そのなんかハッシュタグ、その何、日本のトレンド入ってるやつハッシュタグつければいいっていう思うんですけど、写真がなくて、本当に写真が本当にもうなくて写真がないんですよ。浦山さん、小島さん、ありがとう。ガクさん、エクスメさん、ありがとう。高度なツイートかと思ってましたなるほど。牛丼屋さんで唐揚げ丼を食べました。いいね、唐揚げ、唐揚げもいいですね。唐揚げいいね。こんばんは。ちょっとやばい、ダンスの振り入れしなきゃ。やばいよ。明日何曜日だろう。水曜日、月曜日。今日何曜日でしたっけ。今日月曜日、今日月曜日ですよね。わかんない。ん？月曜ね。明日までにあれやらなきゃいけない。わお、モックありがとう。そう、日本のトレンドね。了解です。ネタにしたらいいんです。了解です。でもなんかそんなのしていいかなって思っちゃう。もうリアやっちゃったんだけど、なんかそういうのなんかなんて言うんだろう、なんかその私たちの番組が1億人バズれっていうのでやってて、なんか別になんかハッシュタグ入れただけで、その今日そのインプレッションの稼ぐためにハッシュタグ入れても意味ない気がする。でもなんかそのルールを決めてないから、まあやってもいいかなって、まあみんな やるけど、なんかねって、なんかそれ1億人にバズれんのってなる。はてな。まあいいやと思って、まあいいや。ね、そう、カナタンね、うまいよね。使い方っていうんだろう、なんて言うんだろう、なんかうまいよね。普通に番組が1億人にバズれではない。タンタン、ヤシタン、ありがとう。かけてないかと思った。ヤシタン、ありがとう。まあもうそれでいいならいいですけど。岩田さん、ゆきゆきさん、ありがとうございます。たくまさん、ありがとうございます。いつまでに、わかんない。4月のいつかか。 RT しまくってるね、本当に。そうですね。キャロットさん、ありがとう。かわいいミヤヒーさん、ありがとう。ちょっとバズレ投稿のそのインプレッション数多分発表だと思うんですけど、ちょっとね、あんまよろしくない結果になってた
松さんありがとう。まあね、おもしねえ、ちょっとさん、帰りやつありがとうございます。やっかい、わためさんありがとう。ジムで汗、うわ、えらい。ジムね、いいですね。かわいいミヤヒーさん、ありがとうございます。まだ火傷したとこが治んない。前フライパンで火傷しちゃったんですよ。楽しんでいきましょう。リアチの配信夢中になった？いっこさん嬉しい。もっと夢中になってくれなきゃ困る。翔太さん、アイスレモンさん、ありがとうございます。スキマロー、辰原さん、ありがとう。N2F さんありがとう。そう、薬塗らないとね治んないです。ハロー、コキザリータン、カツタン、ありがとう。治らない。アイスレモンさん、ありがとう。今日もありがとうございます。お化けがいた。マシュマロマン、ん？マシュマロマン、なんかマシュマロ見た目は美味しそうに見えるけどね、いざ食べてみたら食べれない。今日暖かった。モン吉さん、ありがとう。治らない。マシュマロとか美味しい。まなべさん、ありがとう。皆さんぜひマシュマロで応援してくださると嬉しいです。マシュマロ、マシュマロ、ん、なおさん、ありがとう。なんとね、今日はです月曜日なのでね、なんだっけ、ドラマがある気がする。なおさん、ありがとう。なおさん、ありがとう。ジャギーさん、ありがとう。なんか、わあ、2位まで9000ポイント差、ありがとう。嬉しい、嬉しい、ありがとうございます。何でも食べてない、わかる。一生私も食べてない。スイーツの日、スイーツ好きです。甘噛みした。最近のりさんのドラマ私あまり見てない。あれ見てます、なんだっけ、君が心をくれたから。宮下さん、ありがとう。でも先に覚えることがあるから、覚えること終わってから、ちょっとでもリアタイでは多分見れないと思うんだけど、時間が空いたら見ます。宮下さん、宮下さん、ジュさん、ありがとう。地球、そうですね、お風呂入って、ちょっと明日のダンス覚えて、でいろいろ何か頭整理したから、もう私も本当に、もう本当に本当に、もうなんか何て言うんだろう、もう焦りすぎてやばい。なんか
なんか動画撮るんですよね。なんか動画自分で撮らなきゃいけないのがあって、それをそれまだ秘密なんだけど、動画撮らなきゃいけなくて、動画も締め切りがもう明日まで、明後日までなので、明日撮りに行かないとやばいんですよ。でも撮りに行くとこなくてめっちゃ困ってて、で撮影する人もそのいないから困ってる。本当にどこで撮ろうと思って、うーん無理。なんか撮影スポットがない。スーさんありがとう。キャパオーバーする。うんですね。いろいろなんかうんやることが多すぎて、そう海、そう本当に海で、海でさ、海でなんか撮影しようとしたんですよ。でもその海なんて行く暇がなくて、本当に海の背景に撮らなきゃいけなくて。ハンちゃんありがとう。カイドウがなる。もう無理だよ。広島こそは行く暇がないんですよ。バタメさんありがとう。マイク愛車宿題出してきた。こんばんは、足立さんやっほー。カラオケルーム、いやなんかそうお題が決まってて、おめでとう、ツナマヨタンありがとう。だから私はそういう海辺とかで撮らなきゃいけなくて、あーもう無理。大悟さんありがとう。なんかスタッフさんが撮ってくれるかと思ったから、まさかの自分たちで撮る感じでした。えなんかもう結構カメラのなんか切り替えとかも細かく書いていて、そのなんか台本にね。だからそれもむずくて、なんか妹に頼むしかないんですけど、なんか難しくて、言い方がなんて言うんだろう、なんかこういう時にこうしてねとか、結構なんかカメラがむずくて、そうだから本当に難しい。ツナマヨさんありがとう。マシュマロナイテッドさんありがとう。デート出演するときそれはまだね内緒なんですけど、とにかくねあったのが良さそう。まあそうなんですけど、そこまで行くのがね本当にあれなんですよ。撮る人も探さなきゃいけないので。トノさんありがとう。海に見えるかも。確かに福太郎さん、トノさんありがとう。そう妹いるんですよ。だから明日撮ってもらおうかなとかって思ったんですけど、ねえ、ねえ予定が詰まりすぎ、もう何々しなきゃ何々しなきゃってもう常に頭にあるから、本当にそれが嫌すぎて、うん、なんかめっちゃなんか幸せいんですよ。おばあちゃんみたい。おばあちゃんも幸せいんですよ。もう本当にそんな感じ今。なんか常に考え事してる。開放感。確かに。なんかもう、なんかもうすでになんか考えてるからもう、休む暇がこなしていく
え、そうなんですよ。もう頭を整理するのが本当に苦手。だからもう自分のカレンダーをスマホに入れてます。カレンダーだからスマホ2個あります。やばいよ。懐かしい。ニエルの妹の日。なんか、もう、すぐ忘れるのでね。すぐカレンダーに書いて。で、それでカレンダー見る、もう見れば見るほど、もう頭がパンクしちゃってきたって、もう、明日あれにやらなきゃとか。うん、しな。まあ、そうなんですけどね。くれって結構生きにくい気がする。考えない時間を作るなんて難しい。さあ、難しい。助けてです、まさに。片付けそうなんですけど、ちょっとそれが私できないんですよ。常に何かを考えて。今日はまあとりあえずダンス覚えるねえ。ジェスナリさん、ジュンさん、ありがとう。もう頭がパンクします。セリフも覚えなきゃ。楽しみ。3期ライブしたいですね。髪長いに本当伸びたかも。結構伸びたかもね。スキマロそう、まとめて撮影、そうできないんだよね。それ、さちかたん、ありがとう。マシュマロ、あーどうしよう、わかんないや。ゆいさん、ありがとう。手伝ってください。もうカメラ撮るだけでもいいので、本当に。で、髪直して服着てってなら明日しかないよね、撮るなら。今日はもう、もう髪今からできないし。わあ、コキザリーさん、ヘミさん、スーさん、ありがとう。ああ、もう本当に嫌すぎる。海が叫ぶ動画、そういうなんか決まってて、なんか台本みたいな。カメラマン募集です。いや、でも何個かあって、3個ぐらい撮るんですけど、2個かな、3個かな、撮るん、3個か、3個撮るんですけど、そう、1個は妹に撮ってもらうかなって。あー、英会話教室頑張ってね。エミさん、ありがとう。深呼吸したら、でも大体楽になるかも。スプリベみたいな、確かに。エミさん、ありがとう。もう早く寝たい。でも今日やることはとにかくダンスを終えるだけかな。今日は、今日はそうかな。はじめだいさん、ありがとう。ステッシャー募集ですもん。そうですね、沖前さんの公演も見たいんですけど、4月の広島公演お邪魔したいかも。 OK? わかる。でも深呼吸したら、でも大体ちょっと楽になるよね。辰原さん、ありがとう。やっぱりでもおばあちゃんち行っても、やっぱり考えてしまうんですよ。忘れられないもん。メール送らなきゃとか、ツイッター投稿しなきゃとか。ねぶどくん、気をつけて。ありがとう。広島たくさんに住む。どしこさん、ありがとう。4月の公演、そう、行きたいんですよ。大工さん、ありがとう。頭がパンパン。まつげのつげさん、ありがとうございます。
言われるよなんかいろいろ高校のこともね、あーもうやばい、高校のことも本当に、よいさんありがとう。今日11日かまだ大丈夫、松山行きたい。とりあえず今日は今日の話、今日の話、そう今日の話、もっくんありがとう、今日の話で明日はどうなる、うん、これで OK。 あたちさんありがとう、あーもう変になったかも、なんか本当にもう一回全部忘れたいぐらいマックさんありがとう、一ヶ月だけでいいから普通の JK になりたいかも、ね、先輩方も本当に尊敬します、すごすぎます、待ってる、嬉しい、のりしおさんありがとうございます、ありがとう、さじかたん。別に高校生楽しみたいっていう気持ちが多くあるわけではないんですけど、一回もう全部忘れたいって感じ、うん、別にそんなにあの高校生したいわけじゃないんですけど、あの一番はやっぱり全部忘れること、ガタルさんありがとう、ココアさんすごい帰ってお疲れ様しやすい、ココアさんすごいですよ、ゆうちさんありがとう、あゆうちさんありがとうございます、いや別に活動が辛いわけじゃないんですよ、私の場合なんか本当になんか性格上性格上私の性格上常に考えてしまうので、それをなくしたい、ただあしたは何するんだっけとか、あさっては何するんだっけとか、なんか提出してないっけとか、もうそういうのを常に考えてるから余計にね、ヨラさんありがとう、かなちゃんみたい、かなちゃんもね、めちゃ忘れたいですね。あだしさんありがとう。そう、頭のリセットができてないんですよ。よっ。
たぼてのゆうさんありがとう。大人になれば酒ゼリーセット、スキマロさとしさんありがとう、ガリさんありがとう、マシュマロニャヒーさんありがとう。さちかたんありがとう、マシュマロありがとう。よいさんありがとう。多分絶対旅行行っても絶対ツイッターと投稿しないよとか普段ずっと思ってる。絶対旅行行っても。ピンクのクマさんありがとう。ガンマイク、ピンクのクマさんありがとう、おしわらありがとうございます。嬉しいです、すごくね、ちょっと頑張りは頑張るね。あーやばい、のりしおさんありがとう。褒めるか、自分の褒める、でもね褒めるとこがないんですよ。高坊パターンありがとう、お手伝いさちかたんありがとう。さちかたんの存在がお手伝いだよ。りあちゃんを出さない、あらせまじりあちが会いたい。あー明日フォローしに来てください、ぜひ。フォローがいっぱいいっぱいになってしまって、ね、うん、よくないことも分かってるんだけどなんかないっぱいになっちゃうんですよ。つい最近、もう最近なんか最近ひどいかも、なんかいっぱいいっぱいになっちゃう。ハチさんありがとう、小枝ひろさんありがとう。美術の仕事、ねえ、そう、うん、ねえ、ね、カラオケでも行っても多分忘れられないと思う。別になんか話はあれな、別になんか困ったことはないんですけど、ただ私がなんて言うんだろう、別に困ってることはないんですよ。常にただ思いというか、 X だけど嬉しい。瀬戸内レモンちゃんありがとう。そう、結構 X もねブログを提出しなきゃいけない明日。あーやばいかも。なんか
趣味ね、あんまないかも。ゲームもそこまであれですし、趣味なんだろう、寝ることかな。やっぱり一番は寝ることだと思う。なんかお友達と遊ぶのは好き、うん、嫌いではないんですけど、なんか心が楽になるわけではないから、やっぱり一番は寝ることかな。寝てちょっと広島から離れるとかしてみたらいいかな。うん、寝ることだと思う。提出期限40分まで安心したからね。さちかたありがとう。寝る子よく育つかな。でも身長伸びない。あまり伸びないです。旅行とかね。四国でも行きました。結構前に。現実。ね。やっと、ああ、もう本当にやばい。東京行くと夢がありますか。よかった。私、ありがとう。旅に出たくったら。ねえ、旅に出たら忘れるかな。ちょっと。のりじいさん、ありがとう。何するいいんだ。やっぱ寝ることかな。帰ってきました。削りありがとうございます。のののんがさんありがとう。ハート。明日やればいいかな。でもとりあえず今日はあのダンスを覚えなきゃ。ビラビラさんありがとう。寝てね。ねんねこよ。スキマロ。相談乗ってもらうというか、なんか別にね困ってることはないんですよ。サラマンダーさんありがとう。マシュマロ悩んでるかも。寝ります。サラマンダーさんありがとう。遊びね。ダイン。でも私相談するのも好きじゃない。生写真送りつけたい。あんまりね、相談するのは私苦手なんですよ。人を巻き込んでるじゃないですか。
だからそれがちょっと嫌なんだよね。マルスさんありがとう。虫の問題にあの人を巻き込むっていうのはね、なんか変な感じがしますよね。釣り行く？行きたい連れてってください。お寿司好きですよ。優しい？わかん、それはわかんないけど、なんかやだ。健康がいて、ありがとうございます。釣るのもうまいかそう、釣るの得意なんですよ。あのお魚好きなんです。私の最近の好きなお魚ネタは、最近はですね、サーモンは普通ですね。やっぱ中トロとタイとハマチ、最近ハマってます。タイとハマチハマってますね。リア充に釣った記憶はないかな。タイを釣った記憶ならあるけど、新鮮なタイをさばいて食べた記憶がある。タイ好き、ハマチ好き、納豆巻き好き。今刺身食べてる、いいな。少し悪くなるかも。そっかな、お刺身ね、いいよね。最近はハマチとタイに釣られるの得意ですか？はにゃ瀬戸内です。そうだからお願い、連れてって。釣ってないよかば焼きの寿司いいね。寿司地球釣ったことある？釣ってください。リエジュすぐ釣らないよ。タイは釣るけど。私はね、尊厚なんとか M44G さんありがとうございます。リエチに会いに行くかな、ぜひユーニャお待ちしてますちょっとそろそろ団地を見始めようかなって思います。どっち美味しいですか？そろそろ団地を見始めます。ちょっと早くダンス部ありがとうございます。皆さんありがとうございます。マシュマロもありがとうございます。マシュマロ嬉しかったです。マシュマロありがとうございますじゃあ壇上読みますね。13位、ゆちさん、ジニーもくん、11位やしこたん、10位つつぎのすーさん、9位まつさん、8位たかぱぱまろさん、7位こうたん、6位たつばらさん、5位セラマンダーさん、4位瀬戸内レモンちゃん、3位メロンパンタン、2位やしたん、1位やえむたつさんです。ありがとうございます。ありがとう。バイバイ、皆さん見てくれてありがとうございます。またね。お疲れ様でした。ありがとう。おやすみ。まだ寝ないけど。おやすみです。バイバイ。